はい。うんしは。ああ、大丈夫です。ツイッターをね、あの、フォローしていただいてる方の中にはご存知な方もいるかもしれません。ね。あの、リツイートをして <laughs> くれてた人もいるので。はい。で、もしかしたら、俺に対しての観察力が高い人だと、うすうすかってた人もいるかもしれませんが、 ええ。こっちのね、右目なんですけど、負傷しました。まぶたが切れましたからね。まさかこの年になって、まぶたを切ることになるとかと。ね、よく、格闘会なんかではね、特にボクシングなんかではまぶたを切ると。 相手のパンチが当たることによって、まぶたが切れるということが起こったりするわけですけど、まさかガジェッター、スマホ好きの人がまぶたを切ることになるとということですね。はい。今ガジェッターと言いましたけども、ガジェットで切れましたから。<laughs> どうして、何で切ったのか。 ね、今回、えー、ちょっと雑談っぽいところでね、お話をしていこうと思いますけども、原因はですね、まあ、何で切ったかまず言うと、タブレットです。タブレットによって、まぶたがパカッといってしまいましたし、今ちょっとこう、閉じると、ここら辺もまだちょっと浅黒いと思うんですけど、こう、傷口は割と塞がってきているんですね、もうね。なんか無理してこう、 ゴシゴシやらなければ大丈夫っていう感じ。まあ、ちょっと、なんとなく痛みはあるんですけど。なんとなく、あの、こう、目を開いてる時には、なんて言うんだろう、こう、しっかりと閉じる、傷口が閉じるような、その切れ方をしてたので、えー、っと、割とくっつくのが早い感じですが、この、朝黒い感じのね、 この目の周りの部分っていうのはなかなか消えないですね。てかまあ、日が経つにつれてちょっと濃くなる部分も出てきたりとかしていて、いるし、えっと、今も数日経ってるんですけど、それでもまだこの右目の部分はちょっとなんて言うんだろう。なんか、ドーンとなんか圧迫されてるようなですね、えー、感触というか、それが続いてる感じですね。タブレットでやりました。はい。どうなったのかっていうところなんですけども、 タブレットが、タブレットの何て言うんですかね、サイドフレームのままに、タブレットがこう、正面で来たんじゃなくて、正面でこうやって来たんじゃなくて、こうですね、こうなって、こう、ここ、しかも四つ角の部分が、こうガーンと目に、何だろうな、刺さるじゃないけど、落ちたと。 何をしてたのかということなんですけども、えっと、私、えー、っと、まあ、時々なんですけど、毎日やってるわけではないんですけども、なんか映画だったり映像コンテンツを、えー、なんか寝ながら見てえなって思う時があって、仰向けになってね、ベッドに寝転がっても見れるように、ベッド、ベッドの部分にですね、あの、タブレットスタンドをね、 装着してるんですね。そいつに、仰向けになりながら、もう、慣れ、慣れたもんだぜっていう、俺のね、うがった根性ですよね。調子に乗ってる部分。<laughs> 慣れたもんだぜっていうところですから、もう、何十回ってやってるわけですから、そんな作業。仰向けになって、なりながら、そのスタンドにタブレットを設置してたら、手が滑りましてね。 そのまんま顔の上にタブレットが落ち、そしてそれが不運にもサイドフレームから目の方にガッと来たという。いうことですね。あの、今こんな風に話してますし、まあ普通にまあもう傷口も塞がってきてるので、えー、まあこんな感じで話せてますけども、まあ最悪眼球破裂ですよね。 まあ、最悪そうだったなっていう感じがします、うん。昔のタブレットだったら確実にそうだと思うし、それこそその、例えば iPad とかで、えっ、ー、と、12インチとか、今回まあ俺が触ってたのは10インチぐらいのレベルのものですから、iPad とかの12インチレベルの、えー、以上のタブレットとかだとよりやばかっただろうなっていうふうに思います。うん まあだから、とっさにまぶたを閉じつつちょっと避けたからまだ良かっただろうし落ちどころも若干その眼球に直に行かずにこの、まあ、まぶたが切れるってことはこのこの目の周りの,この骨とまぶたの部分ですよねそこに当たったからだと思うんですよ。まあ、運が良かったなっていう感じがするんですけどね。 いやー、なかなかよ、その、九死に一生に近いことが起きました。皆さん、あの、ボクサーだけがまぶたを切るんじゃないと。ガジェッターもまぶたを切ることがあるんだということをね、よくよく認識して、ガジェットをいじってくださいというところですね。<laughs> まあ、あんまりふざけてもあれなんですけど、うん、まあ、なかなか、 えー、大変なことに思いますよ。俺も深夜で、だったんですけど、悶絶しましたからね。うわーもう、なんだ、なんとか寝つけたんですけど、もうここの感じはもう寝るしかないと思って。まあ鏡で見た、鏡、その場で鏡で見たらもうパクッといっちゃってるし、まあでもなーこれなんか救急車とか呼ぶのもなんか嫌だしなーみたいな。だからとりあえず、 えー、血、血がね、なんとなくこう止まるように、ちょっとこう当てて、で、しかも涙もずっと出続けるし、とりあえず寝よ、と思って。なんか、どうにかなんべ、と。ね。まあ、なんなかったらなんなかったらし、いと思ってその日寝たんですけども。一時間ぐらい、なんか悶絶して、まあ、それ嘘だな。 <laughs> 15分間ぐらい悶絶してましたん、ね、で、もね。悶絶は15分ぐらいで、その後ずっと、あ、痛てーなぁ。どうするべ、どうするべって感じだったんですけど。はい。まあ、その日ね、見たかった、深夜見る予定というかね、見たかった映画は当然見ずにね、えー、ゲームをすることもせずにね、寝ましたけども。 なんとかね、傷も、くっついてね、ちょうど本当に、こう、目を開いてる時に、ちゃんとその、塞がる形だ、位置に来てたんで、ちょうど良かったですね。もう,こう、こそれも、まあ逆に運が良かったなって思うんですけど。うん。いや本当に、皆さんもお気をつけください。えー。下手したら、本当に、 眼球破裂だったからなでもほんとね、こう、今はもう何しも立ってるんだけど、やっぱまだなんとなくこう、こう、押されて、圧迫感というか、そうとも感じてるんですよ、うん。なんとなくね、この、ここの周りの部分にこう、目を押されてる感というか。だからもしかしたら若干なんか、眼球自体は変形してるかもしれないし、 なんかちょっとこう中に入っちゃってるのかもしれないですね。もしかしたらね。うん。わかんないですけども。はい。お気をつけください。まだ見てな。バイバイ。